お互いを勝手に解説してみた。今回は鬼編ということで、体の向きこっちになっちゃってるんです。同サイドにこう寄せてきてるんで、もっと早く動いて、体の向きもっと早く作っといて。これ多分さ、悩んでるの長いんだよ。リビングじゃないんだよ、ここさ。画面にいません。失礼しました。慌てん坊の坊主が急いできます。すごい腕振ってるよ。悩むときはボールを見ながら悩む。次はですね、鬼のいいプレーっていうのをちょっと紹介したいと思います。まずは浮き球のトラップですね、はい、返事はいいな、はい、いいプレー紹介されるの、はい、これ鬼なんですけど、こっからボール来て最高ね、これトラップね。もうレオさんからもこれ褒められたもんね、鬼ナイス。ちょっといいプレーしたら、そうだね、なんかね、こっちの方から、おーって言ってる。おーじゃねえよ。あ、聞こえてんだ。気になる。鬼結構得意よね、浮き玉から。そうか。いや、ほんと、スローインで戻ってきて浮き玉になってるやつをちゃんと足元に収めて、2タッチ目でパスするまでのスピードは速い。で、次が、で、ここですね、今鬼ボール持って、で、こっからちょっと運んで出したっていう。で、これ一見地味なんですけど、ここで鬼ボール持つで、ちゃんとこのシーンだと、前にスペースがちょっと運べた。運ぶとこっちのここまでの距離近くなるから、パスの難易度が下がる。ここすごい打って、で、この瞬間、このプロとかでもよくあるんですけど、出す方向見ちゃうっていう。だから出す方向見るから、こっちのスタートがもっと早く切れちゃうっていう。だからこっちの選手の難易度が上がるっていう。けど鬼は相手にへそ向けて、相手のこっち側にも、こっち側にもパス出せるようにして、相手の選択肢を絞らせないっていうか、守備整体しながらウイングにつけるっていう、これがすごいできてるから、ちょっと余裕できるっていう。この選手どうする。これ以外にもあって、このシーンも、鬼こぼすね。で、ここでボールもらってちゃんと首振っといて、で、整体してるから相手もこれ微妙なんです。ちょっと止まってんですよ。こっちに最初体向けちゃうと、こっちしかないから、相手がもうスピード止まらずにこっちのパスカットに行けるんですよ。でもこれ止まってんのは整体してるから、こっちにもパス出せるんで、相手が一瞬迷って止まるんですよ。だからこの時にウイングが、そうそう、さっき相手止まったから、この加速しながらプレッシャー行くっていうのができなくて楽になってるっていう。これってやっぱ意識してやる。そうだね、キーパーの時からも意識してたから、うん、共通点でもあったね、フィールドとキーパーも、うん、まあね、ボールつなぐ上ではね、大事なことだ、うん、こことかめちゃくちゃ見てていいなと思います。次が右のロングフィードで、このシーンで、で、鬼ボール回って、で、この時ラインが高い時にちゃんと鬼遠く見て、で、このシャドウの選手も裏抜け狙ってるんで、こう狙う。で、まあ、これ通んなかったですけど、まあ、もしそのまま抜けたりとか、まあ、連動してたりとかして、他の選手が連動したりとかしてたら、まあ、通った可能性あるんで、相手が前から来てる時に遠く見て裏まで蹴れるっていう、この右のフィード力、こことかめっちゃいいな。で、これ以外にもシーンあって、ここからちょっと別日の試合映像になるんですけど、はい、こっち攻めで、鬼ここいます。で、こういうボール受けて、で、ロングフィードでちゃんと逆前を通して、で、最後この人の個人能力で、まあ、突破して、うまく得点になったというシーンなんですけど、素晴らしいなと思ったのが、単純にここのキック精度の高さと、あとこれさ、この選手のさ、体の向き見てた、これがすごいなと思ってて、まあ、これ俺なんですけど、これ俺も抜けてて、まあ、こっち通ってたんじゃないかって思うシーンもあるんですけど、でもここってキーパーが出てくるんで難易度高いで、こっちのパスって、この選手の体向きがこっち側向いてたら、ボールの移動中に取られたりとかないところなんですけど、この選手の、俺の方を気にしてて、この選手、体の向きちょっと内側になってて、こっち浮いてるんですよ。で、これをちゃんと見て、こっちに出したっていう。そう、で、だから相手もチェック行くの遅れて、こう、スペースできて、この選手がスピード乗って仕掛けられて、で、かわしてゴールになったっていう。ちゃんと相手の体の向き見ながらもこのロングフィードを活かせるっていう、これいいなと思って紹介しました。で、これ以外にもあって、鬼こぼすね。で、この時にちゃんと整体してるだけじゃなくて、このダイレで出すっていう、2タッチしたらこの選手のスライドが間に合ってきて、こっ
この選手の時間が奪われるとかあったと思うんですけど、ここでちゃんとダイレクト出す。で、この後にちゃんとラインが入っていくっていう、これとか素晴らしかった。で、ここでクイズなんですけど、この後どうなったと思います？どうしたと思います？鬼覚えてる、このシーン。はっきり。はっきり覚えてる。はっきり覚えてる。そう。このシーン、ちょっと3秒だけちょっと考えてほしいです。OK です。じゃあ答え発表します。はい、ちゃんとここで受けます。で、正対しながらダイレクトでパス出します。ラインが入ってきます。で、この選手走ります。ここが行ったら素晴らしい。さあ、工藤が来るか来るか来るか。はい、ちゃんと潰されました。見れますよ、この美人な姿。惜しいよな、鬼ってな。あ、鬼よくやったと思ったら、あー、取られたとか。そう、で、一連のいいプレーと、まあ、最後あの、キュートにコールオブっていう、いいシーンが詰まった場面でしたね、これね。そうですね。次が、プレー中のリアクション。これどういうことかっていうと、そんなの。そう、これは入れたかった。試合中のキュートなリアクション。で、はい、鬼受けましたね、今。で、はい、なんか変なキックしました。で、今のリアクション、こっからキックしてミスりますだったと、これこのリアクションこんなリアクションする人いないこんなそうなるぐらいずれたか俺の思ってたプレーと違いすぎたプレーがこれなのよ、うん、しかも本当はクロスのつもりで開けたけどキーパー行っちゃったからシュート打ったと思われて、マリア選手が、鬼、何してんだよみたいに言ったときに、レオさんからは、鬼がシュート打ちたかったからしょうがないんだよみたいな感じで言われて、鬼が打ちたかったんだから、でも鬼返したら、これクロスなんだよなと思ってたんで、そうレオさんに言われたとき、で、さっきもちょっと打っちゃったんですけど、ロングフィードで決まった瞬間も実はリアクションしてて、で、ここでロングフィードやって、で、ウィングの選手が、まあ、かわします。で、点決まります。で、これ。なんだろう、なんか、普通の選手がやったら普通なんだけどさ、ちっちゃい子供が遊ぶおもちゃみたいなさ、見た目が。影がすごいね、それで。悪魔みたいな影になってるから、この時。マジ、人形みたいだな、ほんとお前。ほんと、鬼のこのキュートなリアクションというのが、長所に言いました。で、最後が、右の突破得意なんですよ。こんな見た目なんですけど、右サイドで縦突破するこのスピードとかめっちゃ速くて、それ得意なんですけど、まあ、ウイングで、まあ、使われることがほぼなくて、でその映像ないんですよね。ただ、この間レオさんとあの1対1の練習して、その時に鬼の右の縦突破見られると思うんで、そちらご覧ください。でも俺負けたって認められねえけど決まっちゃったから。レオザボスに勝ったな。まあ以上、あの鬼のこのいいプレーだったり直してほしいとか全部言いましたけど、まあこんな感じで、あの鬼という選手をあのぜひ皆さん応援していただけたらなと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。